皆さんこんにちは、ニュープンチャンネルニュープンです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、TikTok のフォロー、いいねよろしくお願いいたします。はい、で本日の動画は一番くじ東京リベンジャーズ聖夜決戦編、こちらのねチャレンジ動画となります。でこちらのくじね、当初引く予定はなかったんですけども、上位賞のフィギュアがねマスターライズシリーズということで高品質のねフィギュアとなっておりまして、ちょっと気になったんで運試し程度でねチャレンジすることにしました。とアニメの方のこの聖夜決戦編に関しては実はねまだ見切れてないんですよ。ちょっとねバタバタしてて見る時間が取れなくてまだ全然見切れてないんで詳しくないところはあるんですけども、ちょっとその点はねご了承いただければなという感じです。はい、じゃあ早速ね商品ガイドとラインナップの方ね紹介していきたいなと思います。一番くじ東京リベンジャーズ聖夜決戦編、発売日が2023年4月22日、価格が1回750円、取扱店舗がローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、ドラッグストア、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、一番くじ公式ショップ、一番くじオンラインなどということで、比較的多くの、店舗の方でね展開されているというイメージですね。はい、ではねラインナップの方紹介していきたいなと思います。 A 賞花垣武道フィギュア、こちらアソート2輪ですね。で B 賞佐野万次郎フィギュアマイキーですね。こちらがアソートが2。 C 賞竜宮寺拳フィギュアドラ拳ですね、フィギュアがアソートが2。で D 賞松野千冬フィギュア、こちらがアソート3ですね、ちょっと多めですね。はい、でここまでが上位賞となっておりまして、次からが E 賞タンブラー、こちらアソート12ですね、種類が4種類になってますね。で F 賞カラータオル、こちらが全6種のアソート12。 G 賞クリアファイル&ステッカーで全8種の20アソートが24。H 賞のキュンキャララバーマスコットが、全15種でアソートが24。最後ラストワン賞が佐野万次郎フィギュアラストワンバージョンというふうになっております。はい、でダブルチャンスキャンペーンは、これはねちょっと違っていて、 C 賞のドラケンのフィギュアですね、こちらになっております。はい、はい、でワンロット80本のラインナップとなっております。はい、上位賞のフィギュアがね今回8本あるということで、ワンロットから考えると10分の1ぐらいの確率ということなんで、まあまあまあ、マスターライズという割には良心的なねアソート数になってるんじゃないかなというふうにはなっております。それではね早速、チャレンジの方のね様子をご覧いただければなと思います。はい、はい、それではね買ってきましたので、早速ねゲットしてきたものをね紹介をしていきたいなと思います。まずはですねこちらピルクルミラクルケアですね。はい、こちらね疲れた時に飲む、あるいはね寝不足の方とかね、これ飲むとね結構いい感じで疲労回復に役立つというものなんでね、非常におすすめのドリンクでございます。はい、美味しくいただきましたね。お疲れの方ぜひ皆さんお試しください。はい、ね、全然一番口かけなくて申し訳ないんですけども、はい、じゃあ気を取り直してね獲得品をね改めてご紹介していきたいなと思います。まずはこちらね、見えてる方の G 賞のクリアファイルですね。こちら2つゲットしまして、まず1つは、
これね、当番全員写ってるやつにしました。ね、いいデザインですね。で、裏ステッカーなんですけども、結構ね、このかっこいいステッカーがついてました。これいいですね。はい、で、クリアファイルもう一つが、こちらね、マイキーとドラケン二人が写ってるやつにしました。で、裏ステッカーがこんな感じで縦型ので、さっきのとね、ちょっとデザインが違うんで、統一されてんのかなと思ったんですけども、ちょっと違った感じなんで、結構面白いなっていうセットアップですね。はい、で、続いてがね、H 賞キュンキャララバーマスコットという風になっております。はい、冒頭でお話した通り全15種という風になっています。マイキー、ドラケン、バジ君、チフイあたりが欲しいかなという感じですね。じゃあ早速ね、開封していきたいなと思います。はい、まず一つ目、開封していきます。はい。芝大樹ですかね、これ。ブラックドラゴンに出てくるやつですかね。はい。これじゃない。はい。じゃあ二つ目ね、開封していきたいなと思います。二つ目は、はい、バジ君ですね。あ、バジ君いいですね。バジ君も好きなんで。ありがとうございます。はい、というようなね、感じで、ラバーストラップでした。はい、続いてがね、こちら、E 賞のタンブラーになります。はい、めちゃめちゃいらないです。てか、タンブラーをちょっと変えたいですよね。他のものにしてほしいな、という感じがします。まあ、それは置いといて、こちらね、柄が4種類しかないんで、もうちょっと増やしてもよかったのかな、って気はするんですけどね。じゃあ早速開けていきたいなと思います。はい、これは、ココノイ、ココですね。はい。ありがとうございます。まあ、デザイン的にはかっこいいですね。ココかっこいいっちゃかっこいいですね。たまに犬ぷん人間界で活動するときは、これっぽい髪の毛になってます。はい、というような感じでね、獲得品のご紹介でした。まあちょっとね、見た通り、爆死ではあります。フィギュア結構欲しいなと思ったんですけども、まあそこまで追撃してもなーっていう感じではあったんで、まあなんか相場落ち着いたりとかなんかしたタイミングで、ちょっとどっかでポチるなり、ホビーショップで買ってくるなりとかしようかなと思ってます。はい、そんなね、急ぎでめちゃめちゃ欲しいっていう感じではなかったんで、はい、ということでね、本日は、一番くじ、東京リベンジャーズ聖夜決戦編、こちらのね、チャレンジ動画となりました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。